2012年アメリカ在外交換襲撃事件は、アメリカ合衆国で作成された映画、イノセンス・オブ・ムスリムズがイスラム教を侮辱するものとして、これに抗議するため、エジプトやリビアなど、アラブ諸国のアメリカの在外交換が2012年9月11日以降、次々に襲撃された事件である。一連の襲撃事件で、在リビアのアメリカ領事館では、 クリストファー・スティーブンス中リビア大使ら4人が殺害された。公務中のアメリカ大使が殺害されるのは1979年に中アフガニスタン大使だったアドルフ・ダブスが殺害されて以来のことであった。エジプト、リビアを発端とした反米デモは他のイスラム諸国にも波及することとなった。また、スーダンでは批判の対象はアメリカだけではなく、 イギリスやドイツなどといったヨーロッパ諸国にも向けられた。各国の治安部隊が在外交換への侵入を許したことは2010年末からのアラブの春により強権体制が崩壊した影響で治安維持能力が低下したことを浮き彫りにした。2011年アメリカにおいてイノセンス・オブ・ムスリムという映画が作成される。この映画のうち 約14分間の動画が2012年7月、YouTube に投稿され、その中では予言者ムハンマドが残酷な殺人者であり、また子供に性的ないたずらを行う、女性関係が派手な、公職な人物であると描写されていたほか、ムハンマドを嘘つきとする場面も含まれていた。当初、アメリカ国内では話題にならなかったが、この映像のアラビア語版が、 イスラム社会でもテレビで取り上げられ、イスラム教において、ムハンマドの姿を描くことは禁じられている上、アマさえイスラム教を侮辱しているとも取れる内容であったため、イスラム教徒を大きく憤慨させることとなった。イノセンス・オブ・ムスリムは、アメリカ在住のエジプト人のキリスト教系コプト教徒や、2010年にイスラム教の聖典であるクルアンを燃やすなど過激な行動で知られる。 フロリダ州のテリー・ジョーンズ牧師らによって作成され、カリフォルニア州で約3ヶ月をかけて撮影された。当初はアメリカとイスラエルの二重国籍を持つ実業家、サム・バシルがユダヤ人から500万ユースドルの寄付金を募りプロデュースしたとされていたが、後にカリフォルニア州ロサンゼルス在住のコプト教徒ナクラ、バスリナクラが制作者であり、 バシルトはナクラが使っていた偽名である可能性が高いとされている。9月15日未明には連邦保護観察当局の任意聴取を求められ協力的に応じていると報道された。アメリカ国内の法律では襲撃事件を起こした件についてナクラや協力者の罪は問えないとされている。ベンガジでの攻撃で殺害されたクリストファー・スティーブンス大使 facebook などで映画の 内容に対する抗議活動が呼びかけられ、2012年9月11日夜、エジプトの首都カイロにあるアメリカ大使館を3000人の群衆が襲った。大使館の壁面に反米スローガンがスプレーで書かれたほか、数十人の若者が壁をよじ登り敷地内に侵入。掲げられていた正常機を引きずり下ろして火をつけ燃やし、代わりにイスラム系武装組織の旗に似ている黒い旗が、 掲げられた。カイロでの騒動では死者や負傷者は出なかったとされる。エジプトは2011年の革命を経て2012年に民政移管を果たしており、表現の自由と民主主義という概念にどう対応していくのか問われる事件ともなった。この点に関して、エジプトのムハンマドムルシー大統領は、表現の自由、抗議の自由、意見表明は保障されるが、私有 交友の財産や外国の外交施設、交換を攻撃することは許されないと述べ、大使館に対する攻撃について批判している。9月15日、エジプトのヒシャー・ムカンディール首相は、エジプトの抗議運動参加者のうち何人かが報酬を受け取ってデモに参加していたと供述していることを明らかにした。また、 エジプトの大使館に対する抗議運動は警官隊の出動により15日には鎮静化した。2012年9月11日、リビアの東部ベンガジにあるアメリカ領事館にイスラム幻覚派、サラフィストなどを中心とした2000人が押し寄せ、反米スローガンを展開。午後10時頃、武装した集団が領事館への攻撃を開始し、ロケット弾や自動小銃を乱射しながら、 大使館を囲むコンクリート壁によじ登り、空に向け発砲した後に敷地内に侵入。放火や略奪を行い、対戦車砲を領事館に打ち込んだ。また領事館の近くにある農場からも、蛍光式ロケット弾が発射された。地元の治安当局が領事館の警備を行っていたが、わずか15分で突破され建物内への侵入を許した。事件当時、領事館には、 ショーン・スミス外交官と保安職ンキ取り、それにたまたま首都トリポリにある大使館からの出張で現場に居合わせていたクリストファー・スティーブンス・ベー大使の3人がおり、領事館内に設けられていた鉄製の格子で守られたセーフルームに逃げ込んだが群衆により建物が放火された。領事館から約1マイル離れた CIA 施設の警備に当たっていた6人の 保安職員が3人の救出に向かい、保安職員1名とスミス外交官を館内から救出。スミス外交官はすでに煙により窒息死していた。スティーブンス大使は発見できなかった。その後、リビア市民によって意識を失っているスティーブンス大使が撮影されている。市民により、スティーブンス大使は病院に運ばれたが医師により死亡が確認された。 原因は煙を吸い込んだことによる窒息死と報告されている。救出作戦により救出された保安職員1名とスミス外交官の遺体を乗せた救出チームはすぐに領事館から約1マイル離れた CIA 施設に避難したが武装勢力が正確にその場所を砲撃し応戦に当たっていた保安職員2名が砲撃により死亡。1名が手を負傷。なお13日。 アメリカ国務省長官ヒラリー・クリントンは死亡した2名の保安職員は米海軍特殊部隊ネイビー・シールズの元隊員であるタイロン・ウッツとクレンドハティであると公に認めた。この事件はアルカイダなどの関与が疑われるなど計画されていたテロ事件であったとの見方が事件直後からなされた。9月13日にはリビア当局により容疑者数人が逮捕されたことが発表された。 その後、9月16日までに逮捕者は50人にも、上った。ショーン・スミス外交官は、オンラインゲームイブ・オンラインでは知られたプレイヤーだった。実験当夜も、ゲーム仲間とチャット中で、今夜、僕らが死ななければの話だけど、領事館を警備する警察の一人が写真を撮っているのを見かけたと、送信したという。ガンファイアというメッセージを最後にオフラインとなり、それきり戻ってこなかったという。 エジプトトリビアでの事件から2日後の9月13日、イエメンの首都サナーにあるアメリカ大使館に映画の内容に抗議する数百人のデモ隊が突撃。大使館の警備室の窓ガラスをいくつか割り、正面から敷地内に侵入した。外交車両に次々と放火し、治安部隊による放水と威嚇射撃によって排除され、大使館から100メートル後方の地点まで後退したが、 再び侵入を試み、警官隊も発砲や催涙弾で応戦した。この結果、最初の襲撃でデモ参加者一人が治安部隊の発砲により射殺されるなど死者4名、負傷者は34名に上った。首都ハルツームでは9月14日、ドイツの大使館がイスラム主義組織のメンバーら約5000人に襲撃される。映画批判に加え、ドイツで8月に、 ムハンマドの風刺画を使った極右勢力によるデモが当局に許可されたことへの抗議も含まれていた。大使館は放火され、治安部隊との衝突でデモ隊一人など少なくとも二人が死亡した。バーレーンでの抗議活動中東、アフリカ、アジア、ヨーロッパ、オセアニア2012年9月12日、ベンガジでの事件について、声明を発表するアメリカのオバマ大統領。 左は、クリントン国務長官。事件を受け、アメリカのバラク・オバマ大統領は各国に駐在する、アメリカ外交官らの警備を強化する、要指示。また、リビアにおいて、スティーブンス大使らが殺害された事件について、上記を一していると非難する声明を発表した。リビアとの関係は変わらないとする一方、リビア政府と共に犯人に裁きを下すと宣言した。9月12日には、 ワシントンにある国務省の南定で追悼集会が行われ、オバマ大統領やヒラリー・クリントン国務長官、同省の職員数百人が参加した。また、この事件は投票を2ヶ月後に控えていた2012年、アメリカ合衆国大統領選挙にも影響を与え、共和党候補のミッド・ロムニー前マサチューセッツ州知事は、事件を非難しつつ、オバマ政権の対応を批判。 11日の襲撃後にカイロのアメリカ大使館が謝罪を行ったことは襲撃を行った者たちへの共感を示したに等しいと主張したが翌12日に実際には襲撃前にエジプト世論に配慮し行った謝罪声明であり事実関係が異なっていることが発覚しオバマ陣営がロムニーに反論を加えるなど絶戦を繰り広げた9月12日にはアメリカ海兵隊が 大テロ部隊約50人をヨーロッパからリビアに移動させ、アメリカ在外交換の安全強化を図った。北、大西洋条約機構のアナスフォーラスムセンジム、総長もこうした暴力は正当化されないとして、事件を非難した。リビア政権議会議長で、原子核のムハンマド・ユースフ、エルマガリエフは、アメリカに対し事件について謝罪。リビアのムスタファー・アブーシャーグール副首相は、 ツイッターでアメリカ、リビア、そしてすべての自由な人々に対する攻撃を非難するとの声明を発表。リビア政府はベンガジでの事件の背景に旧暇ザーフィー政権の残党が関与している可能性を指摘した。映画作成に関わったジョーンズ牧師は映画はイスラム教徒を攻撃する目的で作成したのではなく、イスラム教の破壊的なイデオロギーを明らかに するためだったとの声明を発表した。また映画をプロデュースしたバシルはこれは宗教映画ではなくイスラム教の偽善を明らかにするための映画と主張、イスラムはガンであるとの持論を展開した。イスラム世界ではエジプトのイスラーム原理主義組織ムスリム同胞団が金曜礼拝の行われる9月14日に平和的なデモを行うよう呼びかけ、これに応じて 同日午後回路で行われた抗議デモには、ムスリム同胞団やサラフィー主義者だけでなく、コプト、被災も参加した。反発は、チュニジアやレバノンなど、他のイスラム圏にも広がり、同様の騒乱が、エジプトやリビア以外にも広がることも懸念された。9月12日、YouTube は、問題の映像をリビアとエジプトで一時的に、アクセス制限したと発表した。 2013年5月2日には、米連邦捜査局が、本事件に関わった可能性のある、襲撃当時現場にいてその後立ち去った身元の、わからない男3人の写真を、情報を求めるとして公開した。2014年1月、アメリカ上院情報特別委員会は事件に対して、周知の治安対策不足に対応していれば回避できたとする報告を行い、 未然の事件予防の欠如を指摘した。6月には、アメリカ国防総省の報道官により特殊部隊と FBI による作戦で、ベンガジ近郊において事件の首謀者と目されているアンサル・アルシャリア主導者のアハメド・アブカタラを拘束したと発表された。ありがとうございます。